皆さんこんにちは、リーナと申します。本日は大変遅くなってしまったんですけど、インスタグラムとツイッターで以前動画を出すよと言っていたこちらのパパクリスティンのカラコンをレビューしていきたいと思います。本当にすっごく遅くなってしまって申し訳ございません。あと結構私が今回レビューするカラコンが派手なカラーが多いので、メイクも別に一個一個変えて動画にしようと思ってたんですけど、そうするととんでもなく長い動画になってしまうことに気がついたので、とりあえず今回は全色レビューをしていって、先に出てる動画もあるんですけど、丸々メイクとかモノマネ風メイクとかで別でまたこのカラコンたちに合うメイクの動画は出していこうかなと思ってます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。早速始めていきたいと思うんですけど、まず皆さんハパクリスティンって知ってましたか？私は実はこの商品をいただくまでハパクリスティンというブランドを知らなくて、いろいろ調べてたんですけど、お洋服の韓国ファッションのサイトのチューってあるじゃないですか。あのチューがプロデュースしたカラコンブランドみたいです。でこんな感じでパッケージとかもすっごい可愛くて、ハパクリスティンさんのインスタとかサイトもすごい世界観が可愛くて、これはぜひ動画にして紹介したいなと思って、ね、今回は実際にいろんな色をつけてレビューしていきたいと思います。送られてくる時の包装もめちゃめちゃ可愛くて、こんな感じのものに入って送られてきました。今回私がレビューしていくのはこんな感じで、ここがカラコンの種類の名前になってるんですけど、マイクドロップクリスティンとチアフルクリスティンが両方3色ずつあるので全部レビューしていきたいと思います。そのチアフルクリスティンの方がバイオレット、グリーン、ブルーという3色と、マイクドロップクリスティンがブルーとグリーンとヘーゼルの3色があります。こちらどちらもワンマンスで1箱に2枚ずつ入っております。開けるとこんな感じで2個入っているのと、これも可愛いですよね、絵が。でこんな感じで説明書が入ってます。可愛い。これも全部英語で書いてあるんですけど、絵がついてるので分かりやすいんじゃないかなと思います。まずチアフルクリスティンの方からレビューしていきます。バイオレットからレビューしていきます。裸眼と比較するとこんな感じです。両目だとこんな感じです。バイオレットっていうカラーなんですけど、そこまでザ・パープルという感じではなくて、パッと見ヘーゼルとかベージュ系の色味なんですけど、うっすらバイオレットが混ざってる感じです。なので今日みたいなこういう紫の服とかアクセサリーとかメイクとか、結構青みピンク系の時とか統一感が出るかなと思います。次にグリーンをつけていきます。裸眼と比較するとこんな感じです。両目入れるとこんな感じです。グリーンの方が先ほどのバイオレットよりも柄が分かりやすいかなと思います。こんな感じで細かく線が入ってます。自然にハーフっぽい目元になるかなと思います。次にブルーをつけていきます。裸眼と比較するとこんな感じです。両目入れるとこんな感じです。ブルーはこんな感じで発色が強すぎないブルーなので使いやすいかなと思います。次にこっちのマイクドロップのシリーズの方をつけていきます。まずヘーゼルからつけていきます。裸眼と比較するとこんな感じです。両目つけるとこんな感じです。さっき
のシリーズは縁が一応あったんですけど、こっちのマイクドロップは縁がなくて、自分の裸眼を使って縁があるように見せる感じです。なので本当にナチュラルで色だけを変えたい人におすすめです。次にグリーンをつけていきます。裸眼と比較するとこんな感じです。両目つけるとこんな感じです。ヘーゼルよりも少し落ち着いた感じになるかなと思います。馴染みが結構いいですね。最後にブルーをつけていこうと思います。裸眼と比較するとこんな感じです。両目つけるとこんな感じです。紹介した6つの中で一番派手なカラーかなと思います。しっかりブルーの発色が出てますね。なんですけどサイズが本当に裸眼と変わらないので、もうそこまで派手になりすぎてる印象はないんじゃないかなと思います。基本的にどれも馴染みがいいです。ブルーは黒髪とすごい合うカラーかなと思います。はい、全部つけ比べてみたんですけどいかがだったでしょうか。個人的な感想なんですけど、しっかり盛りたいときはこっちのチアフルクリスティンの方が蓄色直径が裸眼よりも大きいので、こっちの方が盛れやすいかなとは思います。裸眼のサイズはそんなに変えたくないけど、カラーを変えて透明感を出していきたいっていう方にはこっちのマイクドロップクリスティンの方がおすすめです。どっちも結構しっかり柄は入ってるんですけど、馴染みがいいので派手にはなりすぎないんじゃないかなと思います。こっちのマイクドロップクリスティンの方は韓国アイドルっぽい目になれるんじゃないかなと個人的に思います。特にこのブルーはヨジャドルちゃんたちがつけてそうなカラーじゃないかなと思います。私は一番このカラーがお気に入りです。今回はハパクリスティンのカラコンをレビューしていきましたが、いかがだったでしょうか。前に出したカラコンレビュー動画と違って、ちょっと電気の調節ができなくて暖かい光と白い光での比較ができなかったんですけど、少しでも色味とかデザインが参考になれば嬉しいです。また今回この動画を見てくださった方限定で 10% オフのクーポンを発行していただきました。気になった方はぜひ概要欄にクーポンコードを貼っておくので、そちらを使用してお得にお買い物してみてください。クーポンコードを使用することで私が得をすることは特にないので、よかったら 10% オフでお買い物してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。